天子石橋岐阜県内における天子石橋の一甘子石橋は岐阜県中津川市の木曽川に架かる橋である。開通当時は岐阜県江那郡坂下町と長野県木曽郡山口村を結ぶ県境の橋であったが2005年坂下町と山口村が中津川市に編入されたことにより現在は中津川市内の橋になっている。 坂下町の有力者が私費で加強した橋が前身である。開設当初は有料であった。明治時代、この地域は養蚕業が盛んであった。この地域の養蚕製造業者は、三坂村にあった風穴を養蚕製造用の天然冷蔵庫として使用していた。しかし、坂下村の業者は木曽川を渡る必要があった。明治時代末期、 坂下町の養蚕製造業者の一人が資材を投入し、釣り橋を加強し、甘子石橋と命名する。つまり、この人物が自分専用の橋として架けた橋であったという。現在の甘子石橋の下流約100メートルに存在した。一般の人が利用する際は通行量を徴収していた。1932年。 上流に安坂橋が完成すると利用者が激減し、やがて無料化された。何度も流出していたため、1986年に現在の乞子石橋が完成する。ありがとうございます。